認定した熊本市によりますと、新たに関連死と認められたのは当時40代の男性です。男性の遺族は、地震から4ヶ月後の2016年8月、関連死の審査を熊本市に申し出ていました。しかし、認定に必要な書類の準備などに時間がかかり、先月31日付で認定されました。県内で熊本地震の関連死が認められたのは4年ぶりですが、 熊本市と増木町では今も関連死の審査などが続いています。熊本市は今回認定した男性が住んでいた場所や亡くなったいきさなどについて明らかにしていません。